ですと言いますけどもね、先ほどね、なんかハーフに間違えられると言いましたけどもね、庄司君、なんか海外とかも行く機会とかあるんですか？なんかね、まあ、仕事柄、その旅館業というのは、やっぱ皆さん、週末にね、お仕事があるお仕事ですので、平日に休みがあるんですけども、はい、まあ、例えば、まあ、市場調査ではないですけども、例えば海外、インドネシアとかですね、結構その観光地でこれからなんかこうたくさんビルが建ってるなんかこうイメージとしてはちょっとまだまだあんまね田舎なところかもしれないですけども、はい、先日はこうインドネシアの方に行ってみてですね、ジャカルタの方に行ってきたら、イメージと全然違ってものすごいね、メトロポリスをこうたくさんビルが建ってて、で、まあ、日本人が行くととても優しいんですね。インドネシア独立戦争の時に日本人がとてもこうバックアップして支援をしたそうでございます。で、日本に対してとても寛容な国でとても印象に残ってますね。やっぱりジョージ君クラスになるとファーストクラスですか？ね、もうエコノミーきっちきちでいきますよ。当たり前です。もう噂で聞きましたけど、ファーストクラスって窓が開くっていうね。知ってました？なわけないですそんなわけないです、ね、でもなんか変わった旅客機があるってね話。そうなんです、皆さんね、僕インドネシア行った時に、びっくりしたんですけど、今ねもうこんだけ時代が進んでるでしょ、お風呂付きの飛行機なんだ。お風呂付き、びっくりしました。で、全日空の方にそれどういう旅客機ですかって聞いたらね、それは旅客機じゃなくて戦闘機だって言うんです。うまいね、いいですね、このまばらな拍手がね、いい感じですよ。ありがとうございます。天ぷらが中途半端に上がってるような感じでそうですね、パチパチといい音がありますけどもねこんな感じでやっていきますね。やっていきますかね。でもね、私もフランスに渡米した時に、フランスは渡米って言わないもし渡米って言うんだったらアメリカに行くか、米倉涼子に飛行機で会いに行くか、どっちかですか？どっちかです、どっちかです。米の国に、米の国に、いやいや、海外旅行渡米って言うんじゃないんですね。違うと思いますよ。そうですか、でもね、フランス人渡仏ですから、フランス。渡仏、渡仏です。イタリアはなんて言うんですか？渡いた？そんなバカな話があります。中国は途中